媛の笑顔発信、姫推し。今週のテーマは移住。今治市の大三島に惹かれ、地域を盛り上げようとチャレンジしている人に会ってきて。大三島でカフェを経営する大橋健太郎さん。スタイリッシュな雰囲気から島で人気のスポットです。千葉県出身の大橋さんは3年前大三島に見せられ家族で移住しました。ここに来た瞬間にうわすごくいいなって思う、本住みたいなって。この大三島はもう特別だったんですか？特別でしたね。もう風景もそうですし、その人の感じもそうですし、はい、でここでちょっと商売やってみたいなみたいな。移住当初、今治市の地域おこし協力隊員として活動する傍ら、週末はキッチンカーを営業。協力隊員を卒業するタイミングで空き店舗を改装したカフェを去年オープンしました。元々ここはお茶屋さんの店舗になってまして、お茶の販売店舗でフルリノベーションに改修をしてカフェと。お店の名前はサンド。大山積神社の参道にあることとカフェの人気商品とをかけた店名にしました。それがこちら、大三島の柑橘などを使ったキューバサンド。人気のホットサンドと参道で店名がサンドというわけです。そして2階には、わあ素敵、わあとっても綺麗。あ、こちらは、じゃあドミトリールームという、はいはい、相部屋の、男女共用の相部屋のお部屋になります。あ、じゃあもう本当にそれぞれ一人ずつ泊まれる感じなんですね。そうですね、最大6名様で。旅をしながら仕事もでき、人との出会いも楽しめるコリビングという新しい宿泊スタイルを取り入れました。長期滞在も可能なんですって。多分日本でもこういう働き方とか滞在の仕方っていうのが増えていくんじゃないかなと思って、うちもまあコリビングっていう形で地域のこの大三島の島並みを感じていただきながら、まあ、お仕事もできて遊びもできてみたいな場所を作りたいなと。この参道でなんかお店が増えたりとか移住者さんが増えたりとか、そういった形で少しでも何か貢献できればいいかなと思っています。今週の姫推しポイント、もっと大三島に来てもらいたい。大橋さんが営むコリビング&カフェサンドの情報はインスタグラムやフェイスブックでチェックしてね。6月のプレゼントは今治市の大三島からレモン果汁とみかんはちみつをセットにして3名様に。南海放送アプリからスタンプ姫推しを選択し、この二次元コードを読み取ってスタンプを2個集めてご応募ください。未来へと続けこの笑顔、いついつまでも。今年度の県民総合文化祭総合プログラムの表紙原画デザインを募集します。作品が採用されると表彰状および副賞が贈られるとともに総合プログラムの表紙になります。募集期間は7月14日金曜まで。詳しい応募方法については県文化振興課のホームページをご確認ください。